にちは、グッピーこずえです。はい、この前ですね、銀座のワークマン女子のオープン前にちょっと潜入させてもらったんですけど、その時になんかワークマン の開発者の方とかいっぱいおって、なんかそういう人にいろんな話を聞いて聞いて聞いたらやっぱ欲しなるやん。その日はちょっと買うことができなかったので、注文したりその店舗で見たりして、ほんまにいろいろまたちょっと爆買いかなっていう感じで、あのワークマンでいろいろ買い物してきたので、そちらをご紹介したいと思います。バババババババ。いやマジでなんか行ったら買っちゃいますよね。あ、これも、あ、これこんな値段やったらここで買っとこうみたいなんとかもめっちゃあるし、発見しちゃいました。じゃーん。この前もう全く一緒の形の持ってるんですけど、10個ポケットがある、前も紹介したガーデニングサロペットです。めっちゃさ可愛くて、私なんかカーキ色を買ったんですけど、本当はこのブラウンが欲しかったんですけど、このブラウンが結構どこに行ってもなくて、この前ナンバのナンバシティの店舗に行ったら2着だけ発見して、ちょっとそのうちの1着買っちゃいました。ワークマンの方が言ってたのは、他の色は防水加工なんですけど、このブラウンだけが防虫加工ということで、こういうね、虫シャットアウトしますぜみたいなペラペラついてます。防虫加工ということで、前買ったやつは2900円かなんかやったんですけど、今回この防虫加工のお色味は3500円と少しお高くなっておりました。それがまあ一緒のお値段やったらめっちゃすごいなっていう感じなんですけど、まあ ずるいなって感じ出ますもんね。やっぱそれぐらいちょっとだけ高くなってるみたいな。このつなぎすごい素晴らしすぎて、このつなぎだけの動画もあるので、よかったらあの見てほしいんですけど、その動画には載せてなかったんですけど、実は着てみたらここにね、紐があるんですよ。ここに腰のあたりに紐があるんですけど、この紐って何なんですかって言ったら、まあ背がちょっと小さい人にも対応できるっていうのと、暑い、これから暑くなる季節にここをキュッと絞って、こういう前をペロンとしてでも着れる、で上 T シャツとかそういうのでペロンとしてでも着れるみたいな。でそれをキャンプ女子みんなで聞いた時に、あ、なるほど、香取慎吾さんスタイルってことですねって言ったら、まあ、2、3人笑ってたんで、2、3人多分同じ年の人がいたかもしれないんですけど、同じ同世代の人に分かりやすく言ったらそんな感じ、前をペロンとして着るみたいな感じ。この色すごい可愛くて、オレンジっぽいブラウンって感じです。10個ポケットがついてて、ガーデニングサロペットなのにもうキャンプ仕様やんこれみたいなね。また付け替えできる、ポケットが後ろにも付け替えできて、後ろにつけた場合このポケットがしゃがんでも床につかへんっていう、めちゃくちゃ素晴らしい。でも何回か着てみてと、あれなんは、まあ私だけかと思うんですけど、あのポケット多すぎて、えっ、どこに入れたっけ、どこに入れたっけってなる時あります鍵とかあのピアスとか、そういうのはこのチャックのちっちゃいのに入れようとかちょっと決めて、で右側のこのポケットがね、こういう感じで後ろもまでちょっと続いてて、デカめのポケットがついてたり、これほんと使いやすいから男性用も出たらいいのにってほんま思います。じゃーん、こちらでーす。まあ、これは男女兼用って感じですよね、多分ね。こちらでーす、コットンキャンパーエプロン、これは061デニムって書いてる。で多分これいろんな色とか、私のはちょっとねブラックデニムっぽい色とブルーデニムっぽい色を重ねてるエプロンなんですけど、これがね、どうやったら見やすい、こんな感じで、またねさっきのガーデニングサロペットもそうなんですけど、こういうね金具がついてたりするので、カラビナがついてるあの水筒とかカトラリーセットとかをぶら下げたりもできるっていうことと、やっぱりまたポケットがねごつ多いっていう、やっぱりキャンプエプロンってアウトドアブランドから可愛いなと思うのとか出てるけど、やっぱりちょっとね金額が高いっていうので、こちらワークマンのやつ1900円でデニムのエプロン買えちゃいます。こういうハンマーをつけるところとかがあったりとか、大容量ポケットがあって、トングループ、ここがトングを入れれるところがあったりとか、これがねすごいなと思ったんがね、じゃーん、この裏がね、この裏が鍋つかみ、鍋つかめますよみたいな、なんかめっちゃ感動したんやけど、これいいですよね。ただちょっと洗濯どうなんやろって、あ、
ここは洗濯そんなに頻繁にせんでええんか、めちゃくちゃ汚れ限り。このボタンでね、取り外しができるみたいなので、めっちゃいいよねこれ。なんか何気にキャンプとかでめっちゃええんちゃうみたいな、はい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 みたいな。まあ、ダッチオーブンとかこれだけあったらちょっと暑かったりもするのかな。でも焚き火用のフライパンとかそういうのだったら全然これでいけそうやし、めっちゃいいし、ほんでめっちゃ可愛いですよね。ねえ、すごい、めちゃめちゃ可愛くてシンプルで、ここにも引っ掛けるところとかあるからさ、なんかいろんな、ここボタンでほら、それこそまたカラビナとかくっつけたり、タオルをつけるカラビナのやつとかもあるもんね。そういうのとかつけたりとか、とってもいい感じです。もうめちゃくちゃこの下のさ、ポケットでかすぎねんけどさ、こうなってきたらもう何を皆さん入れるんですかっていうみんな何入れますか、このでかさ、すごくないこれ。好きなブランドのカラビナをつけるとか、デニムはねシンプルやからそういうのつけてなんかいろんなことできそうやし、うん、私はちなみにこの鍋つかみのところがすごく気に入りました。バン、買っちゃいました。こちらの真空ハイブリッドコンテナの、私ブラウンにしました。こちらなんですけど、ワークマンの方が言うには、実はワークマンのアウトドア用品で一番売れてるのがこの真空ハイブリッドコンテナ2500円なんですって。でこれがあのクーラーボックスみたいなものだけど、まあ保冷も保温もできるっていう感じなんですけど、若干重たいのは重たいので、徒歩キャンプとかそんなに持っていくというよりは車に1個積んでおいたら、あの冷凍食品とか今の季節もあのスーパーで買って持って帰ったりする時もいけるし、でキャンプにもお刺身とかお肉とかお魚とかを持っていくのにすごくいいということで、であのこれから夏になったら多分氷とかも持っていくことがあると思うんですけど、やっぱり保冷剤と氷をバーってクーラーボックスに入れたらやっぱすごいことになってしまうからさ、氷とかを別で持っていくのにちょうどいいかなとか思ったり、あとねもうほんまにね、私のまあ旦那さんもそうなんですけど、私もそうなんですけど、すごい缶ビールとか飲むので、あのビールでそのクーラーボックスがかさばったりする時があるから、これあったらちょっと缶ビール入るんちゃうみたいな。でもなんか気をつけなあかんことは、これにあの冷凍されてるものを入れて持っていくとキャンプ場についても冷凍されてるらしくて、それぐらいもう冷えてるらしいんですよね。ちょっと一回ビールどれぐらい入るか見てみるわ。6本入るかなとか思ってんねんけど、どうなる。6本は入るか。なんかワインがね入ったらいいなとか思ったんやけど、8本入るんじゃん。あ、え、ギリ入らんのか。あ、ギリ入らんのや。ショック、入りそうやのに入らん。え、じゃあ4、5、6本だと、あ、こうやから、そっか、ここもうちょっと頑張れば6本無理なんや。そうか、5本はいける。5本はいけるわ。5本ビール入る。なんかさ、ちょっと必死でさ、なんか6本入らんかっていうのめちゃめちゃやってみてんけど、やっぱり6本は無理で、やっぱり5本やったね。8本入ったらめっちゃ良かったけど、なんかやっぱりこれ以上大きくなったらちょっとしんどいかなみたいな感じらしいわ。あ、でも5本入れたら結構重いな。結構重いけど、まああの車のキャンプやったらめっちゃいいかな。で、なんかこの空いてる部分に娘のヨーグルトとか入れたりとか、あとあのお店でもらえるちっちゃい保冷剤とかをバーって入れるとかしたら、リビール結構冷えて持っていけるんちゃうかな、5本は。あとこっちに氷を入れ替えるとかでもいいし、あとちょっとね、もう夏になったらちょっとだけクーラーボックスちょっと足りひんかなみたいな時にいいかなって思うのと、あとさ、なんかアイスクリームとかスーパーとかで買って持って帰る時にもう溶けて凍らして、ちょっと溶け凍らせアイスみたいになる時あるやん、ちょっと嫌やなみたいな。なんか私結構キャンプ場でお刺身食べるの好きなんで、ちょっと買おうと思って買ってみました。その時にキャンプ女子の皆さんがたくさんいて、おしゃれな色をお願いしますみたいな言うてはって、なんかベージュとかカーキとか言ってて、でまあそれが作りますみたいなって、あのまた何ヶ月かしたらおしゃれな色が出るかもしれないんですけど、もうそれまで待ってんでもええかっていう値段ですよね。なんかとりあえず2500円で1個買ってみようみたいな。なんかシンプルなので、またねこれも
なんかアウトドアのシールとか貼っても可愛いっぽいし、ね、黒とグレーがありました。黒もかっこいいなって思ったんやけど、なんかすっごい黒ってさ、夏めっちゃ暑くなりそうじゃない？まあ、茶色もその変わらんかもしれへんけど、これ試験グラフ、よくこのワークマンのね保冷系のグッズについてるんですけど、これがついてあってなんかすごそうですこういうのやっぱね、でも、まあ、実験結果なので実際のフィールドに出たらどうかわかんないんですけど、アイスペールってあるじゃないですか、あの焼酎とか飲むときに氷入れるやつあるじゃないですか。氷入れるアイスペールの構造に、まあ、よく似た感じのものになっているっていうことらしいです。まあなんか車に1台置いとくとすごい便利らしくて、普通のキャンパーじゃなくて主婦の皆さんとかも買ってるみたいで、一番今ワークマンで売れてるキャンプグッズらしいです。そんなん言われたら買うやろ2500円で。こちらです、じゃじゃーん。こちらですね、ウェブ限定カラーのコンパクトアルミテーブル With the Earth って書いてるタイプのやつです。カラーがいろいろあるんですけど、私が買ったカラーは女子っぽい色です。なんかピンクベージュみたいな感じ、なんか髪の毛の色で流行ってるんで、なんかピッ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 言えてない、ピンクベージュ。はい、こんな感じのカラーになっていて、重さね、最大10キロまで上に置いてもいけるって書いてて、これ自体がめちゃめちゃ軽くて、待ってや、開けるで。ほんまに10キロいけるんですかっていう、うちの娘が10キロなんで試してみようか。いやでもちょ怖いな。耐熱仕様ですが、加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでくださいって書いてるわ。そう、めっちゃ可愛くないですかこれ。しかもめちゃくちゃ軽い。指でランドセル持つやつとかいなかった？いやそんなんじゃない、でもうめちゃくちゃ軽い、ほんまに軽い。こういうね、組み立てガイドみたいなのもついてて、なんかやっぱり安全のために多分手とか挟まないでくださいねみたいな組み立て方ついてんのね。ほんまどんくさいから私は嬉しかったです。これ袋がねついてて980円ということで、この袋ちょっと余裕あるから100均のメスティンぐらいやったら入りそうな気はすんねんけど、可愛くないですか？可愛い。しかもめっちゃ軽くて10キロまでいける。加熱した鍋を置かないでくださいっていうのはどういうことなんやろ。やっぱ焦げちゃうのかな、うん、なんかこう可愛すぎてちょっと汚したくない感じはあるよね。私あのキャプテンスタックのアルミロールテーブルめちゃくちゃ使ってんねんけど、なんか結構傷とかついてもまあまあええかみたいな感じやねんけど、これちょっとなんか傷とかいたらちょっとショック系の可愛さかもしらん。これチェアリングの時になんかケーキとコーヒー楽しむ時とか、あとどん兵衛食べたりとか、まあどん兵衛なんで限定やねんって感じやけど、カップラーメン食べたりとか、なんかそういうのに使うとすごい良さそう。あと山とか行く人はめっちゃいいと思う。そう、他のアウトドアブランドのやつとかでもめちゃめちゃ軽いのとかあるかもしれへんけど、やっぱりこう980円っていうところはすごいことやと思う。ちなみにこれは入らへんかった、入るんちゃうかなっていう感じの雰囲気出てたけど、100均のメスティン入れへんかったわ。100均のメスティンのまな板は入りますまあこの情報別にいらんか。なんかさ、ちょっとテンション上がるやんと思ってんけどさ、このカレーとさ、スプーンとさ、コーヒーとか入るでこれめっちゃ良くない？なんかこうやわ、これでいってらっしゃい的な、ちゃうわ、こうやな、これでいってらっしゃい的な感じで、でメスティン別にここに入ったしな、1個目のつなぎのポケットに入ったしな、別にメスティン、100均のメスティン980円税込みやからな。しかも全て税込みでさ記載されてるからさ、レジ行ってさ、えなんかちょっと高ないみたいなことがないじゃない。ただめちゃくちゃカゴ入れて持ってたっていうのはあんねんけど、最後ね、こまごましたものでも絶対いるやんっていうのを買いました。こちらです。これも防虫加工のレディースアームカバーです。この UV カット、これね、あの去年ロゴスのやつ買ったんですけど、やっぱりこれめっちゃ使うからさ、もう普段も使うやんか。で車運転時とかも使うから、夏はすっごいボロボロになって毛玉とかもすごいついたんよ。めちゃくちゃ使ってたから、だからやっぱりこれちょっとその1個だけじゃ足りひんかなと思って、ワークマンね680円税込みで売ってて、一応もう1個買うとこう思って。気温とかはあれやけど、やっぱ車運転する時とかに日差しがもう、いやもう私絶対もう手真っ黒なってるやんみたいな、こうときました。しかもなんかこのワークマンのやつがまた防虫加工ということで、防虫加工やねんけど
なんか黒ってさ、虫が寄ってくる色らしくて、だからこれを白にするか、なんかちょっと微妙なちょっと水色かなみたいな色とかもあって、ちょっと悩んでんけど、結局なんかすごい白とかやとすごい浮きそうな気がして、こちらワークマンの靴下3足セット499円です。私ちょっと24センチぐらいで 24.5 センチ、ちょっと大きいかなっていう感じもするんですけど、でもね、もうカットコームって3足499円ってめっちゃ安いじゃないですかっていう感じで、ワークマン購入品でした。どれもこれもこの春夏活躍してくれそうやなと思って、ひんやりインナーみたいなやつもすごい気になったんですけど、まあ、もうちょっとめちゃくちゃ暑くなってから購入しようかなと思いながらも、ちょっとそれまだ買えてないんですけど、すごい買いすぎちゃうので、明日着るものは明日使うぞみたいなものだけを買おうって。皆さんもあのワークマンとかそれ以外でも、この春夏に向けて購入したものとかおすすめのものとか教えていただけたら嬉しいです。はい、ってな感じで、こんな動画がちょっとでもいいなと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやってるので、そちらのフォローもお願いします。ではではでは。